どうもレナホ山口スタジアム MC の吉永達也です。 YouTube チャンネル限定コンテンツがスタートいたします。選手たちの試合の中でのプレーを一つピックアップして、なぜにその行動になったのか、なぜにそこを選択したのか、ちょっと選手の思いというものも含めて聞いてみたいなということなんですね。さて、今回はこの選手、このプレーです。今回は石川選手のこの得点につながる一連の動きについて深掘りします。石川抜け出してマイナスのクロス合わせて、来たぞ。はい、じゃあ映像止めて、石川選手このシーンなんですけれどもね、はい、佐藤選手が、ボールの出しどころを探しているときに高木選手と内側に石川選手がいましたよね、要求していました、はい、前半とはポジショニングがちょっと違っているというか、はい、内側に絞った感じになってましたが、これは何か思い湧くみたいなのがあったんですか。まあ相手のサイドハーフが絞って中にやっぱ意識持たせた方が、やっぱその攻め残りされてた部分もあったんで、その意識、まあ、中に入って自分がいるっていうところで締めさせて、もっと守備したら攻め残りもなくなると思ったんで、大輔君と場所変わって中に入ろうっていう感じで後半からやりました。それは高木選手とかいろんな選手と話し合ってこうしようっていうふうに決めたんですか。ハーフタイムで、まあなんか前半うまくいってない感じがあったんで、その中でどうやった方がいいかなっていう話しながら、まあ一回打ち入ってみますっていう流れでやったら、まあいい形ができたって感じです。電話してないんでね、一つずつ。はい、じゃあちょっと止めてください。このシーンで高木選手、パスを出そうとしてますが、まあ、石川選手は三角形の中で囲まれてますよね、はい、まずこのシーンでボールを受けるということは次に何を考えてた、何を予想してたんですか。はい、まあ、この、まあ、最初にこの三角形の中で受けて、まあ、前向いて、まあ、ゴールも見えるし、もしどっちかセンターバックだったりサイドバックが寄ってきた時に空いた方にパス出せるかなっていうところでポジション取ってたんですけど、まあ、サイドバックが食いついてくれたっていうのがあって、まあ、裏取れたなっていうのは思いました。でそれを感じて動き直してボールを受ける前と裏に抜けたわけですよね、はい。まあ、大輔君がボール結構フリーで持てててどこでも出せる感じがあったんで、うん、動き直しても出せるなと思ったんで、自分のタイミングですけど動き直した感じです、うん。はい、そしてここで、はい、石川選手結局はマイナスのポジションを取っている草野選手に、パスを送りましたよね、クロスです、はい。ここのクロスというのを草野選手が分かってあげたのか、はい、どうなんですか、これ戦術なんでしょうか。いや、まあ自分は中の状況とか何も見てなくて、もう感覚であげたんでその中で、まあ、試合中に、まあ、ゆうき君からマイナスっていう声が聞こえたんで、まあ、それをちょっと信じてあげたって感じ。じゃあ例えば背の高い梅木君がファーに流れていたっていうのは、はい、分かってはなかった。まあ誰かいるなっては思ったんですけど、まあ翼っていうのは気づかず、まあもうマイナスって聞こえたんでもうフリーなんだろうなっていう気持ちで本当にもう信じたって感じですね、本当に。クロスの質もね、はい、グランダーに近かったじゃないですか、はい、あれも上げなくてグランダーっていうのも判断ですか。分かんないっす。試合中なんか感覚でも上げたんで、もう浮かそうかゴロとかも考えずにとにかく速いボールって思って上げました。さあ、この一連のプレーで、レノファは今シーズン初得点を決めたわけですよ。すごくシステム的にも素晴らしいプレーだったと思います。振り返ってみて今後の意気込みにつなげていただけませんか。まあああいう形がやっぱレノファが狙ってる形だと思うんで、もっとああいう形を増やして、まあ、ゴールを決めてアシストをしたりして、まあ、勝利につなげられるようにもっと頑張ります。オレンジのスタジアムでしっかり勝てるように、そしてみんなが笑顔で帰れるように、そういうのをイメージしながら試合戦って最後には勝てるように頑張りますので、熱い応援よろしくお願いします。さあ、今回石川選手のピックアップでした。いかがだったでしょうか。次はどの選手のどのプレーをピックアップできるか、そもそもこのピックアップをするコンテンツが続けられるかどうか、これはですね、皆さんのいいねボタン、そしてチャンネル登録にかかってます。皆さんどうぞよろしくお願いします。
石川選手のインタビュー、今週末のレノファスクエアで拡大版でねお届けしますんで、ぜひそちらもご覧になってください。さあホームゲーム、皆さんの力でレノファ山口の初勝利もぎ取りましょう。またね。